あのそこらく下げたらぶっちゃけもう何でもいいです。月1から3万円だったらメルールでもいいんじゃないかなと僕は思っています。月に10万円稼ぎたい、100万円稼ぎたいと思っていたとしても、まず月1万円を稼ぐっていうことが重要なので。はい、どうも中島です。今日の動画はブログで稼ぎたい初心者はこれだけやれば OK というテーマで話をしていこうと思います。まあ、ブログで稼ぎたい人多いんですけど、まあ、いろんなものでね、ブログを勉強しているけど、ブログでやること多すぎないかって混乱している人も結構多いんじゃないかなと思います。なので、今日は まあ月に1万、1から3万円ね、稼ぐっていうのを想定して、まあ、ブログ初心者はこれだけやっていれば OK だということをね、解説していこうかなと思います。まあ、今までね、こう、いろんなやることがあって、頭混乱していた人も、まあ、今日の動画を見て、まあ、頭をね、整理してもらえればと思います。では、早速やっていきましょう。まず、一つ目が、ジャンル選びですね。まあ、ジャンル選びに関しては、まあ、医療、健康、病気に関するジャンルは下げてください。まあ、例えば、糖尿病とか、うつ病とかね。 まあ、あとは、健康食品とか、まあそういうのもそうなんですけど、まあそういうものに関しては避けてください。まあ、要は YMYL って言われるものの中でも、まあ健康に関するものですね。まあそういうものに関しては避けてください。なぜかっていうと SEO 上がらないからです。まあそこで記事書いたとしても SEO で全然上がらないので、まあいくらね、記事を書いても集客ができないので、まあ商品売れるようにもならないので、そこだけは避けてください。あの、そこだけ避けたらぶっちゃけもう何でもいいです。あの、他のジャンルに関しては本当に何でもいい。まあ月1から3万円ぐらい稼ぎたいと思うんだったらですよ。そのジャンルにあったよね。 ASP とか、まあ、A8 みたいな ASP で調べたとしても、案件内容のものも多かったりするんですけど、別に、案件なかったら、アドセンスで収益化もできるんで、別にいいです。その、10万とか、ま、100万とか稼ごうと思ってるんだったら、それは ASP で案件があるかどうかっていうのは結構重要なことなんですけど、まあ、1から3万円ぐらいだったら、別になくても、アドセンスだけでも収益化できるかなと思うのでね。まあ、なので、自分がなるべく得意なものとか、興味関心があるもの、で、ジャンルを選んでください。さっき言った、まあ、医療、健康、病気とかね、まあ、そういうところさえ食べて,てもらえば、とりあえず、ブログ初心者はいいかなと思います。 2つ目、ブログを作るっていうことですね。で、ブログを作るとき、まあ、結構ワードプレスでブログを作る方がいいよっていう話をする人が多いし、僕もずっとその話をしてるんですけど、ただ月1から3万円だったら別に無料ブログでもいいんじゃないかなと僕は思っています。なぜかっていうとですね、ワードプレスで作ることがおすすめなんですよ。それに関しては今でも変わらないんですけど、ただワードプレスでブログを運営していくって結構ハードルが高いんですよ。まあ、この動画を見てる人でもワードプレス で、ブログを作ったけど、ワードプレスがよくわからなすすぎて、記事を書く時間取れてないっていう人結構多いんじゃないかなと思います。例えば何かエラーが起こっちゃったとか、あとはプラグインの設定がわからないとか、まあそのワードプレスに有料テーマを突っ込んでるけど、その有料テーマの設定がわからないとか。でもそれって言ってしまったら収益化にはほとんど関係ないところなんですよ。まあほとんど関係ないって言うと言い過ぎなんですけど、やっぱりブログ運営のその基本ね、時間の9割は記事を書くっていうところに使っていくので、その記事を書く時間が減れば減るほどにブログで稼げなくなっちゃうんです。 っていうのを考えたときに、まあ無料ブログがいいのかワールドプレスがいいのかって言ったら、まあ僕は無料ブログの方がいい人も結構いるんじゃないかなと思っています。まあそのセキュリティのこととかもね、そんなのも考えなくていいんで無料ブログだと。無料ブログは運営会社が全部やってくれるんで、ただワールドプレスの場合は全部ね、自由度が ある。まあ、でもできる代わりに全部を自分でやんなきゃいけなくて、そのハードルがかなり高くて、うまくいってない人も多いと思うんでね。なので、まあ、その月1から3万円ぐらい稼ぎたいって思ってるぐらいだったら、無料ブログでもいいのかなと思います。まあ、当然、無料ブログにすると、運営会社にね、理不尽にこう、アカウント消されちゃうとか、ブログ消されちゃうとか、そういうこともあったりするんですけど、まあ、ただそれって結局、稼げるようになってからの話なんで、まだ全然稼げてないのに、その赤番とかっていうのをいくら考えていってもしょうがなくて、 ま、その、変なところに時間を取られてしまっている人も多いので、ま、なので無料ブログでもいいんでね。ま、とりあえずブログを作るっていうのが大事で。ま、で、基本的にはハテナブログとかを使っておけばいいかなと思います。ま、あとノートとかアメブロとか、ま、そういうところもあったりするんですけど、でもノートの場合は、その、いわゆる ASP のアフィリエイトできないんですよね。Amazon のアフィリエイトだけは多分貼れる。 でも他の A8 とかそういうところのリンクは貼れないようになってます。まあ、これ利用規約違反ですね。あとアメブロも同じですね。アメブロに関してはアフリエイトできるようになったりできなくなったりって利用規約がコロコロ変わるんで、まあ、結構ディスク大きいんですけど、まあ、でも今アメブロでアフリエイトみたいなことをしようと思うとアメブロが、えー、と用意しているアメーバピックかなっていうのがあるんですけど、それを使わなきゃいけなくて自由に A8 で提携してそのリンクを貼ったりっていうのができないので利用規約的に。まあ、その利用規約に違反すると結局ブログ消されちゃったりもするんでね。 はい。なので、まあ、その辺を考えていくと、まあ、ハテナブログ使うのが一番なのかなと思います。で、3つ目が、最低限の SEO 対策を覚えるということですね。で、例えばどんなものかっていうと、タイトルと見出しにキーワードを含めるですね。もうこれは絶対にやってください。まあ、SEO で、ね、まあ、狙っているキーワードは絶対タイトルと見出しに含めるようにしてください。まあ、見出しの方は必須じゃないですけど、タイトルの方は必須ですね。 あと、記事内で見出しを使うですね。結構ブログをやってる人だったら当たり前なんですけど、ブログをやったことない人で初めて記事書くと見出しを使うっていう発想がそもそもなくて、まあ、全部ね、あの、一個の見出しで。 えと最後までいっちゃうような人もいるんですけどちゃんと見出しを使ってコンテンツを適切に区切ってあげる方が分かりやすくなるんで、まあ、見出しを使うようにしてください。で画像とか装飾で読みやすくするということですね。まあ、やっぱり読みやすいかどうかっていうのもすごく重要な要素なんで、まあ、できる範囲でいいので、まあ、見出しの下に画像を使ってあとは重要なところはまあ太文字にするとかね、まあ、そういうふうに装飾したりして読みやすくしてください。 はいまあ、とりあえずこのぐらいでいいです、まあ。やることって他にもいっぱいあるんですけど、まあ、ただ、あんまりたくさんのことをいきなりやれって言ってもできないので、まあ、とりあえず最低限の SEO 対策ね、覚えればいいです。で、ここで言ったのが別に最低限の SEO 対策の全てっていうわけではなくて、まあ、その辺っていうのは、プログの本とかね、あのそういうところで解説してくれてるものがたくさんあるので、そういうのを見てください。例えば最近だったらねあの人さんが 僕と一緒に ABC スペースってコワーキングスペースでやってる人手さんがブログの本とか出してるんで、まあとりあえずそういう本に書いてあることできればそれでいいのかなと思います。まああと深入りしていくと SEO 対策なんていっぱいあるんですけど、じゃあそんなのができるかって言われたらできないし、それができないと全くじゃあ稼げないかって言われたらそんなこともないんでね。なのでとりあえず最低限の SEO 対策を覚えておけばとりあえずいいのかなと思います。はい。で、4つ目が記事を50記事程度を書くということですね。はい。で、この時書く記事は読者にとって必要な記事を書いてください。 まあ自分が何のブログをやろうとしてるかっていうのは人によると思うんですけど、例えばダイエットのブログをやろうとしてるんだったら、痩せたい読者にとって必要な記事ですね。まあどういう記事が必要なのかっていうことを考えて書いてください。例えばダイエットのブログなんて痩せる方法って絶対必要ですよね。だって痩せたくてきてるんだから。じゃあ痩せる方法って、まあ例えば何かわかんないですけど、筋トレとか、ウォーキングとか、えっ、ー、と、ジョギングとかね。まあいろいろそういうのを書いていくんですけど、じゃあそれだけで読者は満足するかって満足しないわけじゃないですか。じゃあ日々の食事は何を食べたらいいんだろうとか。例えば、 まあ食事制限をするとかもそういう時でも、じゃあお腹が空いた時にはどうしたらいいんだろうとか、まあダイエットのモチベーションが下がった時にはどうしたらいいんだろうとか、まあいろんな悩みが出てきますよね。まあそういうものをブログ内で書くっていうことですね。で、この時に意識してほしいことが記事同士の関連性ですね。これはぜひ考えてください。あの結構ブログ初心者だと自分が思いつきで記事書いちゃったりするんですよ。今日はこれを書こう。うん、なんとなくじゃあ次はこれを書こうって言って記事書いちゃったりするんですけど、そうやって思いつきで書くと記事同士の関連性っていうのが全然なくなるんですよ。まあ例えば、 猫の記事を書いたら次は思いつきでラーメンの記事を書くみたいなまあ自分が飼ってる猫が可愛いからとかねラーメン食べて美味しかったからとかって言ってそうやって記事書くんですけどやっぱりそういう風にバラバラで記事を書いていくと SEO で上がらなくなってしまうのでちゃんと記事同士の関連性を考えて書いてくださいまあさっき言ったみたいなえっと痩せる方法みたいな記事を書いたら次はじゃあ食事について書くとかまた、あ、ダイエットメニューね まあそういういに関連性っていうのを書いいてくださいで関連性のある記事を書いていくと、まあ、記事から記事に内部リンクを貼ることができます内部リンクって自分のブログ内の、ね、記事から記事にリンクを貼ることですね、はい、でそういうふうに内部リンクを貼っていくと SEO で強くなるので、まあ、そういうふうなことを意識してみてくださいで記事を書くときもう一つ注意点をね読者に役立つ記事を書くっていうのがすごく重要なことです、まあ、要は自分が書ける記事を書くわけじゃないよっていう話ですね ここを勘違いしている人も結構多いんですけど、割とブログ初心者だと自分が書ける記事を書きがちなんですよ。自分はこのことを書けるからこのことを記事にしようってやるんですけど、それダメなんですよ。それ何かというと自分ファーストなので。でもブログで稼ごうと思ったら結局読者に役立つ記事書かないといけないんです。読者の悩みを解決するからこそそこでお金をもらえるということになるので。ってなると自分が書ける記事じゃなくて、読者の まあ悩みを解決する記事、まあ、読者に役に立つ記事を書くっていうのを意識しないとダメです読者がこれで悩んでるからじゃあ自分はこれを書こうっていうことですで仮に読者がこれが悩んでるよねってなっても自分がその知識なかったらそれは勉強しないとダメですちゃんとネットとか本で勉強して、まあ、それを記事にしてあげる、まあ、そうすることによって役に立つ記事を書くことができるので、まあ、自分が書ける記事を書くんじゃないんだよっていうのは覚えておいてください記事を書くっていうとねどうしてもこうキーワード選定をして記事を書いていくっていうイメージがあるかもしれないですけど、まあ、正直キーワードはそこまで考えなくてもいいです あのキーワード選定とかやったところでじゃあそれでね SEO で上位表示できるかって言ったら全然それってまた別問題なのででちゃんとあのいい記事書けてればね、まあ、品質が高いとかって言いますけど役に立つ記事書けていればキーワードとかそんなに考えてなくてもある程度は集客できるので、まあ、ちゃんとその読者、まあ、ダイエットだったら痩せたい読者に役に立つ記事を書けていればですよ、はいまあ、考えられるんだったらキーワードも考えていく方がいいんですけど、まあ、そこまで考えなくていいかなっていうのが僕の考え方ですね。 でさっきも言ったんですけど、まあ、自分の書きたいこととか書けることを書くわけじゃないので読者にとって必要なことだったらちゃんと勉強するようにしてくださいあの読書するのが大事だよっていう話をしてるんですけど本当に読書大事なんで、まあ、読書がちゃんとできればねブログで稼げるし読書全然やってない人はブログで稼げないとか、まあ、そのぐらい結果にも直結してくるものだと思うのでちゃんと自分が選んだテーマに関する書籍とかがあればそういうのは読むようにしてくださいで5つ目が過去記事をリライトするということですね はい。で、過去記事リライトするときは、まあ正直優先順位そんな考えなくていいです。あの、考えた方がいいんですけど、ただ、じゃどの記事からリライトしていったらいいかっていう判断がそもそもブログ初心者には難しいので。なので、まあそこまで順番考えなくて、もうとりあえず、あの、後ろからね、古い記事から どどんどんリライトしていけばいいけばですでこの時、まあ、意識してほしいことはあんまり新しい記事書かないようにするっていうことですね、まあ、どうしてもブログ初心者だと記事数をどん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 増やしていくっていう発想しかない人が結構多いんですよ、まあ、10記事書いたら20記事20記事書いたらじゃあ50記事50記事書いたら100記事みたいにどんどん増やしていく発想しかない人が多いんですけどただ記事増やせば増やすほど結局管理するのが大変になるんですよ記事って書きっぱなしでは上がらないのでリライトとかしていかなきゃいけないんですけど数増えたらリライトするのも大変じゃないですか なので、記事ってなるべくそんなに増やさない方がいいので、なるべく最小限の記事しか書かないっていうのが大事です。まあ、読者にとって必要な記事だったら当然書いていいんですよ。まあ、50記事書いた後でも新しい記事っていうのは書いていいんですけど、ただ、どんどん新しい記事を書いていくっていうことしかしていかないと、後々になって大変になってるのは自分なので、まあ、50記事ぐらい書いたら、そこからは新しい記事を書くよりも過去の記事を依イとして、どんどん完成度を高めるようにしてください。まあ、本当にその記事を読んで読者が、まあ、喜んでくれるのか、役に立つのか、満足するのかですね。 まあ本当に、それをね、高品質な記事にしていくっていうのはすごく難しいので、まあ、そんなに簡単に50記事だと言っても高品質な記事にならないです。まあ、100記事書いたところでね、低品質な記事だったらそれでブログで稼げるようにならないので、まあ、とにかく高品質な記事書いていくっていうのが大事なので、まあ、そこは覚えておいてください。<music> ということで、今日のまとめですね。今日はブログで稼ぎたい初心者はこれだけやれば OK というテーマで話をしてきました。まず一つ目がジャンル選びですね。まあ、医療、健康、病気系は避けてください。もう SEO で上がらないので、そこでやっていても。 あの、ブログで稼げるようにならないのでね。まあ、そこを下げてしまえば、もう他は何でもいいです。あの、案件がある方がいいんですけど、ASP に案件なかったらもうアドセンスで収益化もできるんで、まあ、そこまで考えなくていいです。あの、得意なものとかね、興味関心があるものでブログを作ってください。で、二つ目が、まあ、ブログを立ち上げるということで。まあ、これに関してはね、ワードプレスで作ろうっていう話をよくするんですけど、まあ、そのハードルが高いんだったら無料ブログで作ってもいいのかなと思います。どうしてもワードプレスはね、 あの誰かに勝手にブログ消されないとか、あとは自分の思い通りにできるとか、まあそんなメリットがあるんですけど、まあそのメリットと引き換えに、例えばセキュリティ対策だったりとか、あとブログのメンテナンスだったりとかね、中の設定っていうのを全部自分でやっていかなきゃいけないんで、まあそこのハードルが高すぎて記事を書く時間がなくなっている人っていうのが多いんで、まあそうなるぐらいだったら無料ブログの方がいいのかなと思います。まあさっきも言ったんですけど、結局アカウント消されたりする可能性あるんですけど、まあでも別に収益がないんだったら、まあそこまで大きなあれでもないし。 ま、その記事を書く時間がないってなると、どん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 稼げる確率っていうのも低くなっちゃうのでね。はい、で、無料ブログとしては、ま、ハテナブログを使うのが無難なのかなと思います。はい、で、3つ目が。 最低限の SEO 対策を覚えるということですね。まあ SEO 対策でこれだけは絶対やっとかなきゃいけないだろうっていうのがいろいろあったりするんで、まあそういうのはね、やるようにしてください。まあ結局、それをやったところで SEO で上位表示できるかって上位表示はできないんですよ。なぜならみんなやっているから。ただみんなやってることでとかできないってなると、ますます SEO で上位表示できなくなってしまうので、まあ最低限やるべき SEO 対策っていうのは抑えておいてください。まあ例えばタイトルと見出しにキーワードを含めるとか、まあ記事内で見出しを使うとかね、画像とか装飾で読みやすくするとか、まあそういうことですね。で、4つ目が、記事を五十記事程度書く。 ということですねこの時書く記事は読者にとって必要な記事ですね。まあ、こういうものを書いていってくださいで。その時は記事同士の関連性っていうのを考えながら書くようにしてください。全然関連しないような記事を書かないように。まあ、関連記しない記事を書いていっても、結局内部リンクとか貼れないので、まあ、記事同士で内部リンクを貼るっていうのが SEO テクでは重要なんですけど、まあ、それができなくなってしまうと s U で上がらないんでね。で、読者にとって役に立つ記事を書いて、まあ、自分が 書ける記事を書くわけじゃないっていうのは覚えておいてください。まあ自分が書けることだけ書いていてね。じゃあそれで読者の悩みを解決できるのか、役に立つのかって言われると、やっぱそれは難しいので。なので自分で書けないことだとしても読者にとって役に立つとか、読者の悩みを解決できるんだったら、まあそういうのを勉強して記事として書くっていうのが重要です。で、5つ目が過去記事をリライトするということですね。まあこの過去記事をリライトするときは優先順位そんなに考えなくていいです。まあ正直考えた方がいいけど、ブログ初心者は難しいので、まあ古いものから順番にリライトをしていくようにしてください。 新しい記事をどんどん書いていっちゃうとリライトしたりするのも大変になるし、まあ、その、ね、記事を管理していく、まあ、そこでまた時間を取られてしまって、まあ、そのリライトするとか新しい記事を書くような時間取れなくなっちゃったりもするのでなのでなるべく記事をそんなに、ね、増やさずに、まあ、50記事ぐらい書いたらどんどんリライトをしていくっていうようにしてくださいでリライトをしてねもし順位が上がらないんだったら、まあ、新しい記事を書いて まあまたそれを、その記事をリライトしていくということをやっていくという感じですね。ということで今日は月1から3万円をブログで稼ぐっていう想定でいろんな話をしてきました。まあ今ね、自分でブログで稼ごうと思っていろんなことをやってる人も多いと思うんですよ。まあただ、ぶっちゃけ無駄なことやってる人も多いんですよね。まあそれこそ、あの、ワードプレスのプラグインの設定がわかりませんみたいな人いるんですけど、これ申し訳ないんですけど、そのプラグインを設定しようがしなかろうが、多分ブログの収益とか SEO はほぼ何も関係ないんですよ。なんですけど、そっちに時間を取られてしまって、肝心の ま、その SEO 対策だったり記事を書く時間がなくなっている人も多いんでね。なので、ま、今日の動画を参考にして、ま、やるべきことっていうのを整理してください。以上参考にしてもらえると嬉しいです。ブログの方をもっと勉強したい人のために胸をメール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおす,すめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで活ぐには文章力が必須なんですけど、まあ、最短で文章力を鍛えようと思ったら直接教えてもらうのが一番だと思っています。はい、ブログ初心者から中級者に どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください初心者はこれだけやっていけば OK というテーマで話をしてきたんですけどまあ今日の話を聞いていてあなんだ木から1から3万円ぐらいしか稼げないんだったりやる意味ないなって思った人が結構いるんじゃないかなと思いますでそんな人は、まあ、ちょっと待ってください結局今日の内容っていうのは10万円とか100万円を稼ごうと思ってもその延長上なんですよ月に10万円稼ぎたい 100万円稼ぎたいと思っていたとしても、まず月1万円を稼ぐっていうことが重要なので、だから、まあ自分自身がもし今全然稼げていないんだとしたら、今日の内容っていうのはぜひ参考にしてほしいなと思います。まあその最終的にね、月収100万円稼ぎたいと思っていたとしても、でも今現実、 1> 月1万円も稼げていないんだったら、そんな月収100万円を目指していてもしょうがないじゃないですか。1万円稼げてない人は100万円も稼げないんで、まあそれって目標を間違えているってことになるので、その、まあ月1万円稼ぐのもね、100万円稼ぐのも、結局重要になることっていうのは、ブログを作る、記事を書く、SEO で集客する、まあこの辺なんですよ。まあこれをやっていくと、結局月10万円とか100万円に繋がっていくわけなんで。で、もしね、今日のやり方でやって、まあその、月に1から3万円稼げるようになりました。でもそこから先稼げる自信がありませんと。のこの 作り方だったら多分稼げないですって言うんだったらまた作り直せばいいんですよ。だってブログって作り直したところでお金かからないんで。まあブログ初心者なの人がね、最初からその大金を稼ぐようなブログは作れないっていうことはぜひ覚えておいてください。ということで今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。医療・健康系のジャンルは避ける。ワードプレイスがおすすめだけどパソコンが苦手なら無料ブログでも OK。最低限の SEO 対策をする。Web 職 TV でも解説してます。読者に必要な記事を50記事程度書く。 新しい記事を書かずリライトしていく。